もう関係ないぜ。もうフレンド対戦にそんなランクは関係ないぜ。もうね、トラップ、永続トラップを積みまくってるから、ワンチャン事故るんだよね。ワンチャン事故る可能性あるけど、大丈夫、信じろ、ウリアを信じろ。ウリアが来れば、この永続罠を全部食うから。全部食ってくれるから。ただ、ハーピーの羽ぼうきで死にます。ハーピーの羽ぼうきで死ぬな。ハーピーで死ぬんだよな。リビでちょっと伏せるのやめとこうかな、ハーピーで死ぬから。ハーピーで死ぬからな。さあ。じゃあお前のデッキを見せてくれよ。教えてくれよ。お前も同じ構え。同じ構え。では私は神の恵みを発動させてもらおう。これで、お前攻撃したくなったよな。攻撃したくなるだろう。攻撃したくなるよな。神の恵みを入れてたら。じゃあお前攻撃するんだ。よしよしよし。ただウリアが来ない。けどキラートマトから繋がるんですよ。キラートマトからクリッターか黒き森のウィッチになって、ウリアの攻守がゼロだから黒き森のウィッチかクリッターからサーチができるという。だもうキラートマトから繋がるようになってる。全ては繋がるようになってる。いやお前も実はウリアの可能性あるな。くしくも同じ構え。あ、エンド。シモッチ何やばい。だが大丈夫だ。ウリアが来てくれれば大丈夫だ。シモッチやめろってお前。ほんまやめろ。ふざけんな。マジふざけんなよお前。やめろ、俺カード引かない。やだもう助けてー。やばい、無理やりキラートマトを殺しに行くしかない。ふざけんなよお前。なんでよりによってシモッチ入れてんだよ。この野郎、じゃあ俺から動くか。お前ふざけんじゃねえぞ。お前そんなことを私は見つ、あ、なんだっけこいつ。リバ、装備にして、そのモンスターだ、ちょっと待って、フィール上に裏側表示で存在するこのカードが相手モンスターに攻撃された場合、そのダメージ計算前にこのカードは攻撃モンスターの装備カードになる。相手スタンバイフェーズごとに、このカードの装備モンスターの攻撃力の半分の数値を回復する。なるほど。なるほどなるほど、面白い効果ですね。じゃあ治療ゾーマンだ。あ、これ守備用紙だ。やべ、忘れてた。これ守備用紙で特殊召喚されちゃう。やばい、俺ミスったわ。攻撃表示で出ると思って出しちゃった。ピロ、まあいいでしょう。まあそういうこともありますよね。バベルタワーセットしよう。バベルタワーセット、やばいやばいよ、まずいよ。やばい、治療ゾーマンが、治療ゾーマ守備表示じゃ出ねえんだよなこれ。いやー、攻撃表示で出るつもりで出しちゃったけど、向こう殴ってこねえじゃん。罠ありそうですよね、そうなると。アイドロー、いやキラー、じゃあこうなったらもう黒木森のウィッチかクリッターが直で欲しいところではある。くそーくそー、ちょっとずつ回復しやがる。はい、キラートマトダブル、エクシーズ召喚がしたいところ。はい、攻撃表示、資料ゾーマー、バッバッバッバートルフェイス、キラートマトでアタックします。まあさすがに伏せ何かあるか、温存してまだ使ってこない可能性もあるけど、さすがに何かどっかいいところ、ゾーマーあたりで何か飛ばしてくる可能性はあるな。マジックシリンダー系飛んでくる可能性はあるけど、それでもウリアがキラートマトが破壊されない、拷問車輪か。まあしゃあなし。だからウリアが来ればこれ全部解決するんだよ。ウリアが来ねえんだよな。ウリアが来てくれれば全ては解決する。全ては解決してくれるんや。なんてことだ。いやでも向こう魔法トラップゾーン結構埋まってきてるからな。いやダメージ受けよう。毎ターン1000ぐらい受けてやるわ。あ、成金、あ、成金と、あ、いやー俺に1000ダメージだわこれ。もうバベルタワー使おう。マメタは4回目に魔法を使ったやつが3000ダメージを受ける。そういう効果になっております。確かそうなはず。4回目、あと3回目に魔法を使ったやつが3000ダメージを受ける。やばいやばいやばい。まあ俺が使いといときはウリアで踏み倒すんだがね。いやこいつどんどん暗気だ。こいつ恐怖がない。俺が魔法を使えないようにするつもりか。貴様貴様どん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 やってくるつもりだな。なるほどなるほど、面白い。
やばい、無理は引けない。いや、キラートマト破壊してほしいんだよな。キラートマト欲しい。いやー、資料ゾーマくん。やばいやばいやばい、痛いよ。いや、もうこれもうゾーマ2体目出すしかないな。ゾーマ2体目出そう。ゾーマ2体目を次のターン出すしかない。セット、はい、セット、はい、バトルウェイズ。とりあえず攻撃、殴れる、殴れるモンスター積極的に殴る。リビングデッドなんかいたっか。うわ、ブラマジガールは強えわ。あ、でもいいわ。いや、でもいいな。いや、もう無理やり破壊しよう。無理やり破壊するしかないんです。無理やり破壊しよう。攻撃続けよう。攻撃続けます。当たり前だよな。いけいけ。発動させる効果、キラートマトで、ちょっと無理やり行くか。無理やりクリッターまでつなぐ。で、メイン2、メイン2、守備、メサイアのアリ地獄。いや、特殊召喚に対応してないのか。あ、じゃあクリッター殴ればよかった。メサイアのアリ地獄、フィールド上の全てのレベル3モンスター召喚、判定召喚したエンドフェーズに破壊されるで、クリッター殺そうと思ったけど、特殊召喚もいけると思ってたけど、いけない。なんか絶妙に噛み合ってないな。絶妙に噛み合わない。城之内くん、まずいよ。まずいよ。ちょっと俺の効果把握能力が足りてなさすぎたな。さっき組んだばっかだからな。ちょっと効果把握能力絶妙に足りなかった。さあ、俺特殊召喚もいけるようにしろよ。キラートマトか、クリッター。でもクリッター殴ってくる可能性ないです。じゃあこっちから特攻させるか。じゃあもうウリアで、ウリアをもう無理やり出す。引こうぜウリア。やだー、痛い。何を着てるつー。助け、やばい、生贄封じがされたらもう炭まであるな。生贄封じは正直気づい、サーピー引くしかないな。ウリアも出ないもんな、生贄封じだったら。これも突っ込むしかないな。突っ込みます。突っ込んで、デッキから手札に加える。一旦どうすればいいんじゃ。あ、墓地へ送った。だからいけるのか。いける、いや、いける、いけそうだな。いけそうだな。墓地へ送るだからいけそうだな。ちょっと待って、これ考えればなんとかなりますよ。これひょっとして、ひょっとするかもしれませんよ。で、メイン2行こう。メイン2、もうメタルリフレクトスライムは置いとこう。こっち、こっち置いとく。置いといて、愚かな埋葬しちゃうんだな。愚かな埋葬からこのデッキで送るのは実はパーフェクト機械よ。一体何が起こるんだ、パーフェクト機械よと思うじゃないですか。 DNA 改造手術が入ってるんですよ、このデッキには。パーフェクト機械よは場の機械族の数かける500火力が上がるから、もうそれはそれはパーフェクトな感じになる。行くぜ。まあまあ、ここはね、もうしょうがないですよね。いや、受けましょう、受けましょう、その攻撃。いや、ここからよ、ここから。相手ターン終了時に資料ゾーマ出す、出します。 A 出しますよと。はい、オッケー。あとは別に使わなくていいな。バベルタワーまだ生贄にしなくていいか。2しか乗ってないもんな。いや、とりあえずこれとゾーマは生贄にしないとまずい。先にメサイア発動する。で、ここから選ぼう。ここから選んでいこう。で、ウリアは場の永続罠を3枚墓地に送ることにより、まず1枚目こいつ、2枚目当然神の恵み、メサイアでいい。さあ、もうよーし。ウリアを召喚、墓地の永続罠のか、永続罠1枚につき火力が1000上がるぜ。今送った3枚で3000だ。この、そしてウリアは伏せカードを割れる。ヤタガラスの袋、うん、素晴らしいですね。じゃあ、いや、負け筋あるか。次か、攻撃するのは機械王さん行く。機械王さん出ます。パーフェクト機械王さん出ます。いや、これなら勝てるんじゃないか。パーフェクト機械王さんが出られたら総攻撃で負け筋ある。いや、負け筋はないと思うんだよな。
これもう全部攻撃表示しよう。俺とこれ攻撃表示。もう行こう。計算めんどくせえ。行くしかねえ。行くしかねえんだよな。ウリアの攻撃行かせてもらおう。ブラックマンシャンガールに攻撃。いいぞ強いぞ。そしてパーフェクト機械王さんの攻撃だ。 DNA は改造できなかったけど、いけーいけー。あ、いった勝った。危なかったぜマジで。シモッチと生贄封じが来た時はどうしようかと思ったが、ウリアは生贄封じを超えた。サンキューな、ガッチャ。楽しいデュエルだったぜ。名もなきファロー来たわ。対戦ありがとうな。サンキューな。ヘイおう。一連の小槌メタモルポットだな。一回これ一回メタモルしよう。はい、全セット全セット全部セット全部セット。これ最悪ハーピーされてももう痛くねえな。痛いけど痛くねえな。はい、オッケー。メタモルポット強い強いな。利用メタモルポットが。で向こうで、ね、多分ねいきなり殴ってこないと思う。あーちょっと強いってやっぱダメだってやっぱり強いって。でもメタモルポットでよかったわ。これがメタモルポットじゃなかったら俺死んでた今頃今頃死んでたぞメタモルポットじゃなければな。死んでたぞ。さあよかった。バーバリアンだガチバーバリアンじゃねえか。ガチバーバリアン1号だ。危ねえ危ねえ。メタモルお互い手札補充しようぜ。お互いな。あ、バーバリアン1号が落ちてった。お互い補充しようや。バーバリアン1号は俺のラビリンスウォールで殺すわ。決めた。てめえ俺のラビリンスウォールで殺してやるよよくもやってくれましたね。あ、ラビリンスウォール来てしまったんですかあなた。素晴らしいですね。セットエンドだな。セットエンドでいいな。ミッターエンド。いやガチ、うわー強いわ。何引きに行くんだよあいつ。恐ろしいカードだぜ。死者蘇生。バーバリアン1号が2体だが、お前の効果2号がいないとダメだぞ。バーバリアン2号1体につき火力500アップだからなお前1号を蘇生したところでお前2号がいないとお前は火力が上がらないんだ。バーバリアン1号、いやリリース2号か、リリース2号なのか。リリース2号だ来た。バーバリアン2号ちょっと強い。ちょっと強いのやめろってお前。ちょっと強いじゃねえかよお前。ちょっと強い、ちょっと強いのやめろってお前。それちょっと強いよ。そう2枚が出てきたらちょっとこの04環境においてちょっとだけ強いのやめろってちょっとだけ強いじゃねえかお前。それふざけんなよ。ちょっと強いよほんのちょっとだけ強いよお前それだけど、あー伏せ怖えけどな。行くしかない。お前がいいもの見せてくれたから俺もいいもの見せてるしかないんだよな。こっちもね答えるしかないのよ。それに答えてやるのが世の情け。ラビリンスウォールさん行くしかないっすよね。行くしかないっすよね。よし、右手に盾を左手に剣を。このカードを発動させてもらう。攻守が逆転するぜ。あ強すぎー。あちょっと、あちょっと待ってくださいよちょっとな、何考えてるんですか。ちょっと無効化はしない。あ大して変わらない攻撃力大して変わらないけど、バーバリアン1号においては強化まで入ってるな。バーバリアン1号に関してはちょっと強化まで入っちゃった。巨大ネズミセット。魔導士の力は、もうつけるつけていいのかこれ。魔導士の力つけよ。ラビリンスウォールに。つけよ。つけます。当たり前だよな。で、手札抹殺する。で、返せる罠引きたい。罠か魔法トラップ、ハーピーとかでもいい。あ、マジックジェーマー？あ、ちょっと許して。それだったら団結はつけない方が良かったってことになっちゃうから。やめて。やめて。あーやめて。あーやめて。じゃあもうフルパワーで殴るしかねえよな。やばい、返しで死ぬ。返しで死ぬ。手札抹殺でいいカードを引いてくることだけが頼みだったのに。くたばれ。でもここで死ぬ可能性もある。あ生きた生きたから返しで死ぬ。返しで500しかない返し500しかないけどいい。向こうのバーバリアを潰してやったんだ。お前よくやったよ。リビングデッドの呼び声強すぎる強すぎる。リビングデッドの呼び声やばい。まずいよラビリンスウォールラビリンスウォールまずいよ。
いや、最初の月のショーを割られたのがちょっと痛かったか。いや、でも大丈夫。ラビリンスを、うわ、サンダーボルトめちゃくちゃ強い。なるほど、サンダーボルト握ってたから、手札抹殺を許さなかったのか。めちゃくちゃ強いじゃねえか、お前のデッキ。ちょっと待ってって。ちょっと待ってって。めちゃくちゃ強いじゃねえかよ。ちょ、待ってくれ。ちょ、待って、まだ生きてる。サンダーボルト引くしかない、こっちも。サンダーボルト引け。遊戯。それか死者蘇生だ。死者蘇生でラビリンスオール引かないと勝てないぞ。引け。やつを呼べ、遊戯。ハムタロさん、まずいですよ。迷宮変化してる場合じゃないって、今変化してる場合じゃねえって。お前変化してるんじゃねえよ。なんでこんな時に変化すんだよお前。やばいやばい、バーバリアンが押し寄せてくる。やばいぜ。で、向こう警戒してると思うんだよな。ミラホ警戒ワンチャンあるよ。うわー、バーバリアンが来てめちゃくちゃ火力高いっす。お前のデッキやばいって、お前のデッキやばいって。ちょ、待て、強い。クリッター、勝てる札はなんだ。勝てるのはもうないんだよ、このデッキに勝てるカードは。来いよ、ミラホース警戒してこい。でも絶対殴ってくるよな。うわー、バーバリアン5号最強だったわ。バーバリアン出すぎだろ、そのデッキ。ビビるわ。いや、お前の勝ちだよ。お前最強だよ、バーバリアン5号。しかもデミスだしな、バーバリアン5号。それバーバリアン、角があるからバーバリアンっぽいけど、デミスなんだよな、お前。